音更町内の中学校で先月27日、生徒から預かっていた遠足費が入った2つの封筒がなくなっていることに管理していた教師が気づきました。遠足費は職員室の教師の机の上で保管されていて、学校側は盗難の可能性があるとして調査。設置された防犯カメラを調べたところ、50代の男性教師が誰もいない職員室で遠足費のほか、複数の教師のカバンを物色し、一人の財布から現金1000円を盗んでいたことが分かりました。男性教師は先週学校の聞き取りに窃盗の事実を認めています。学校は今日警察に被害届を提出しました。